はい、おはようございます。坂です。昨日は指標が一つ注目でしたかね。ISM、ジョルツあたりが、注目だったかと思いますけども、両方ともに若干の下振れでしょうか。ただ市場にはそこまで大きな影響はなかったですかね。若干こう動いただけといった感じがしますけども、ただ昨日はこれだけではなかったんですね。イスラエルというところで、これは地政学リスク、これも当然昨日ね、出てきた話でもないんですけども、若干最近はこう話題にはなってきてますよね。さらに月商ということにもなってますから、ほんとこうめんどくさい動きになってしまってますけどね。ただ昨日この結果、ちょっとこう流れも出てきたように思います。このあたりからチャートの方を見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス。1時間足に冷え性を重ねています。ドルは冷やしの調整局面。レンジ相場をずっと疑って見ています。安値圏でさらに小さなレンジを組んでいて、特に先週あたりになるんですけども、この下をずっと試し続けたんですね。ただなかなか崩れてこない。ただ戻りが入ると戻りも叩かれるということで、かなりこのあたりも難しい、めんどくさい動きをしていたわけですけども、昨日のドルですけども、ようやくと言っていいですかね、直近の高値、抜けてきました。今回のこの動きはちょっとこう注目したいですね。まずは底堅い動き、下を試しているということ、あとはそれなりの期間のレンジからのブレイクにもなっていますんで、とはいえ、この高値抜けてくるとか、そこまで見ているわけではないですけどね。ただ冷やしレンジの安値圏から、ついに決着と、次はレンジの高値を目指す動きを想定していきたいです。ということは今日のメインシナリオは、ドル、昨日の高値を更新していく流れ。冷やしレンジの高値圏を目指すドル買いというところをこうしっかり意識したいと思います。はい、変わりまして、こちらが円指数になります。1時間足に冷え性を重ねています。この円もかなり、ボラが大きいですね。上がったり下がったりと、結局はレンジの動きですから、大した動きにはなっていないわけですけども、ただこのレンジの値幅がかなり広い。ということは、単なるレンジ相場であったとしても、それなりにこう値動き、ボラは出てきてしまうということにもなります。あとは今のこの現在地なんですけども、これ、昨日なんかかなりこう円相場上値が重かったんでね、円売りの流れ僕はかなりこう強く見ていたんですけども、実際結構弱かったですけどね、ただ夜になって強い買い戻しが入ってきました。これによって見えてくる景色、レンジの真ん中で、値動き止まってしまったかなと、円相場ますます難しくなってしまいましたね。そもそもレンジの真ん中で、動きが止まっていますから、次にこう動き出せば、高値圏を目指すのか安値圏を目指すのか、これはなかなか判断難しいところでもありますし、そもそも円相場このレンジの値幅もかなり広いので、真ん中とはいえそれなりに動いても来るとも思うんですね。これも厄介といえば厄介な動きですよね。ですからこうより短期足を見ていけばもうボラもありますからね、特に円が絡む通貨、値動きが出てきて、いい環境だと思うんですけども、ただこう、もう少し大きなトレンドなどを見ていこうと思うと、一気にこう難しくなってくるチャートかなというふうにも思います。やっていくんならこう短期足を追っていく方がわかりやすそうですけどもね。はい、変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。ここ最近の通貨強弱の特徴、まず一つがこの円相場、ボラがとにかく大きいですね。もう一つ、先月の後半あたりからになりますけども、どの通貨を見ていただいても、それなりにこう動きが出てきているというところ。特にこうユーロなんかちょっとこう動き鈍いんですけども、ポンドとか5ドルあたりは強い流れも出ていましたんで、ドルとか円以外の通貨も結構こう動きが出ていて、面白い動きをしていたかと思うんですね。そういう意味では昨日もよく動いてましたんでね、面白かったということになるわけですけども、ただ昨日の環境、ユーロ、5ドル、ポンド、このあたり売りが入ってるんですね。これ今までとはまるっきり逆な環境なんですね。単なる押しなのかもしれませんけども、もしかしたら波の転換点になっているかもしれません。さらに言うと月が変わりましたので、月が変わったらこう急に流れが変わってくるということも、これは過去に何度もありますんでね、少しこう気をつけたいところ、昨日だけですからね、単なる押しかもしれませんけども、ちょっとこう気になる売りが入ったなと、同時にドルも強いですからね、ドル買いの流れが続くうちはこれらの通貨はちょっとこう上値が重いかもしれませんね。
はい、変わりまして、こちらがドル円の1時間足、日足を重ねています。そしてこのドル円なんですけども、ちょっとこう動き見ていくのが難しい状況になってしまったかもしれません。というのも昨日の通貨強弱、ドル買い、円買い環境だったんですね。せっかくドル強かったんでね、リバウンドなんかをこう見ていくにはいい環境だったんですけども、円も強くなってしまって、結果上値が重くなってしまったと。売りも買いも入りにくい状況ということで、トレードしていくにはすごくこうやりにくい状況にもなってしまっています。あとはこの値動きが止まっている場所ですよね。過去を見てみると抵抗になっていたところ、ラインを引いてあげると明らかに反応はしているようにも思います。ということはこのあたりからなかなかすぐには決着つかないということでもありますよね。このあたり揉む動き、調整レンジは疑って見ていきたい。現在地を見ていくとちょうどこう真ん中あたりですからね、買いが入ったり売りが入ったりという、この動きに振らされないようにしないといけないですね。正直個人的にはすごくこう難しい環境だと思いますね。テクニカル的に見ていけば、高値を試して抜けず、昨日はこう安値を試して、これも抜け切らずということで、戻されてしまっています。再び見ていくのは調整レンジ144円というのは過去にも抵抗になっている場所ということで、言い方を変えればちょっとこう居心地のいいような、そういった動きになってしまっているかもしれないですね。次の流れ、見えてくるまでもう少しこう時間はかかってくるかも。大きなトレンド、ブレイクなんかこう期待してしまうと、高値圏でのロングとか安値圏でショートみたいなものが捕まってしまいますので、そこは気をつけないといけないですね。基本的には調整レンジの継続を考えていこうかと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。このあたり日足の調整レンジと見てもいいと思います。高値がどこになってくるか、ちょっとはっきりわからないですけども、ただ昨日の環境からも安値圏から買いが入っているという流れがあります。であればもうこう高値を伺う動きはあってもおかしくないかなと。このあたりの下髭を見ても若干底堅い動きも見えてますからね。どちらかに晴れと言われたら、高値を目指す上昇トレンドを見たいなと思いますけども。ただ、見方を変えればこのあたり、レンジの真ん中で動きが止まっているというふうにも見えますからね。レンジの真ん中なんであれば、この位置から買いが入るか、売りが入るか、これを見極める。なかなかこれも難しいと思います。特にこのドル円は難しく感じますね。ですからもう少しこう流れがはっきり見えている通貨をメインに見ていく方がトレードはやりやすいかなと思います。ドル円、昨日はドル高円高環境ということで、値動き難しくなってしまっています。昨日がそうであれば、今日もそういった流れ、やっぱり可能性として出てきますんでね、一歩引いて見ていくぐらいでちょうどいいのかなというふうに思いますね。はい、ではこの後はドルストの算数化を見ていこうかと思いますけども、ドルの買い戻しが若干やっぱり目立っているということで、ドル高見たくなりますね。となってくると、弱い通貨を対象としてこう見ていくと、強弱の差がついて流れが出てくるわけですけども、やっぱりポンド、ユーロ、5ドル、このあたりで、弱い通貨となってくると、もうこれは圧倒的にユーロですよね。つまりユーロドルショートというのは優勢があるんじゃないかなと。これ日足環境ですけども、レンジの高値圏、上値が重い形が見えていて、昨日は大きな陰線でブレイクになってきています。さすがにここまで綺麗にブレイクしてくると、一旦はレンジからのブレイクのトレンドを見ていくということにもなってきそうです。では目標はとなると、レンジの安値圏ですよね。このあたりまでの下落、1.10 あたりになりますけども、ということはまだ下げ余地も十分残っているということで、まだまだこう上値が重い、売られやすい環境はあるんじゃないかなというふうに思います。この後見ていきますけども、ポンド、5ドル、このあたりは最近まで強かったですからね、下がれば押し目買い環境というのもあるように思います。一方でユーロはずっと弱かったですからね、むしろロングが捕まってしまっているという状況が見えてもいいのかなと。ドル買い環境が起これば、ユーロドル、ショート面白そうかなと思っていたんですけども、実際昨日からドルは強くなってきています。となってくると、ガゼンコのユーロドルが、面白くはなってきそうですね。高値圏からの売りの流れ、見ていきたいと思います。はい、変わりました。こちらがポンドドル。1時間足に日足を重ねています。チャートはすごく強いですけども、今一旦流れが止まってきています。調整局面ですね。昨日日足、大きな陰線が出てしまったということで、高値圏の小さなレンジからはもしかしたらブレイクということになってくるかもしれません。
ブレイクしてくれば高値からの下落トレンドが出てきてしまいますからね。仮に戻りが入っても戻り売りということになりますけども。ただ忘れちゃいけないのがここの上昇トレンド。まあ、高値も抜けてきてますからね。押しは拾っていくという環境はあるように思います。まだそのサポートは見えていませんから、見えてないうちはショートを見ていくというのはありだと思いますけども。まあ、そもそもポンド、まあ、昨日は良かったですけどね。ここ最近のポンドもすごく強いです。押し目買いは入りやすい環境あるんじゃないかなというふうにも思いますので、ポンドショートを狙っていくんであれば、まあ、ちょっとこう注意はしたいということにもなってはしまいそうです。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷え重ねています。こちらもチャートはすごく強いですよね。ただ、まあ、このあたりは一旦流れがやっぱりまとまってきたかなという気はしますね。調整局面、レンジを見ていくということにもなってきそうで、まあ、昨日一昨日あたりの動きを見ても、まあ、今週も上値重そうですよね。 0.69 あたりをバックにレンジが見えてくるんであればですけども、レンジの上から下まで下落を見ていきたいターンということにもなってはきそうです。ただこの下落というのが引っかかってしまうんですよね。というのも、まあ、特にこのポンドとか5ドルは最近強かったですから、まあ、もちろんこれリバウンドが起こればもう売りが入ってきますんで、まあ、下落もはっきり出てくるかと思いますけども、個人的にはやっぱりユーロに注目したいですね。まあ、なかなか買いが入ってこなかったユーロというのがありましたんで、まあ、どうせドルストの下落を狙っていくんなら、個人的にはやっぱりユーロが面白いかなと思いますけども、まあどうでしょうかね。5ドル、ポンド、このあたりは、少なくとも今週の初めあたりまではすごく強かったです。反転を見ていくかどうかは慎重に判断はしたいところですね。はい、ではこの後はクロス円の3通貨。まずはこちらユーロ円になります。1時間足に冷え重ねています。まあ、こちらも昨日は難しい動きを僕はしたなと思っています。まずはこのリバウンドですかね。円の弱さを見ていましたんで、朝方結構こう強いところまであったんですよね。ただまあ環境の方はちょっと難しい。例えば高値に目をやるとこれどんどん高値を切り下げている状況ですから、上値はちょっと重そうだという流れがあるわけですけども、手前の動きを見てるとすごく強い上昇トレンド。例えばこう締め買いを見ていくのも間違いではないわけで、まあどっちを見ていけばいいのという状況です。しかも昨日のこの動きを見ていると、まあ、リバウンドも潰されてしまってますよね。ただ安値を更新しているわけでもないということで、まあ、押し目買いが崩れているわけでもない。ただ戻り売り、昨日はしっかり入っています。どうですかね。ものすごくこう難しくないですかね。まあ、結局、ま、このあたり上がったり下がったりしてしまうのかなという気はしますけども、ちょっとこう読めないですよね。まあ、相手見ていくんならやっぱりユーロですかね。ユーロはやっぱり弱いですからね。基本的なベースとしてま、弱さを見ていくというのはいいと思うんですけども、ただはレンジを意識したらこのあたりも安手圏になってしまいますからね。ではショートをどこまで見ていくのかということにもなってしまいます。はい、変わりましてこちらがポンド円になります。1時間足に冷え重ねています。まあ、ポンド円もそうなんですよね。すごく強いんですね。ポンドが強いんでね。チャートとしてはユーロ円よりはすごく強いチャートにはなっていると思いますけども。ただ昨日のこの冷やし、リバウンドは潰されています。ただ下のサポートを割っているわけでもないです。上昇トレンドの押し目買い環境が崩れているというわけでもないですし、まあ、結果このあたりは潰されてますから、もしかしたらこう上値の抵抗というのはあるのかもしれませんけども、売りを見ていくんであれば、ま、190円のサポートはもうちょっとこう気になるところですよね。まあ、下落トレンドをもし見ていくんであれば、まあ、買いも売りも両方が混在しているような状況です。高値安値抜けてないですからね。まあ、結局このあたり、まあ、買いが入ったり売りが入ったり、してしまいやすい場所かなというふうに思えてしまいます。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷え重ねています。まあ、こちらももう全く同じですね。まずは上値抵抗、まあ、高値抜けてないですから上値は重いわけですけども、強い上昇トレンドもあります。押し目買いが、崩れているわけでもないですよね。ただ昨日もそうでしたけどもね、上がったら売りが入ってしまうという状況にもなっています。まあ、これもなかなか難しくないですからね。まあ、結果こう高安も抜けてないですから、であればまあレンジを見ていくしかないかなと思うんですけども、では今日この位置から、今日は買いが入るか売りが入るか、なかなかこれ見極めるの難しくないですからね。クロス円の3通貨、まあ、ドル円も加えてもいいと思いますけどもね、まあ、円相場ということで、まあ、よく動いてはいるんですよね。短期足を見ていくとまたこう違った景色にもなってきそうですけども、このように引いて見てみると、まあ、全くこう方向感がなく、こう上がったり下がったりしている状況です。
こういった環境ですからね、振らされたくなくてもやっぱり振らされてしまうと思いますので、トレードしていくんであればこういった環境であることもしっかり受け入れて、やっていくということになってはきそうですね。まあ、本当にこう難しい状況だと思いますね。まあ、難しいと思うんであればね、まあ、全然様子見でもいいと思いますね。はい、ではこの後株式市場金利相場の方を見ていこうかと思いますけども、為替も難しい動きしてましたけども、こちらもなかなか難しい動きをしているかと思います。まずこちらがニューヨークダウンの CFD 1時間足に冷え性を重ねています。まあ、強い上昇トレンドもチャートはすごく強いと、もうこれはベースとしてしっかり押さえておいたらいいと思いますね。ただここ最近は流れが止まっていて調整局面、まあ、レンジですよね。こう買いが入ったり売りが入ったりという状況、昨日なんかもそうですね、しっかりこう押し入ってで、まあ、しっかり買いが入ったと。ただ現在地はレンジの高値圏ですし、抜けてないですよね。いくら強いとはいえ、ここで買うかどうかというのは、まあ、ちょっと悩ましいところだと思いますね。まあ、昨日もそうでしたけどもね、まあ、このように押しを拾うというのが、まあ、一つのシナリオということになってはきそうです。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD 1時間足に冷え性を重ねています。逆に日経平均は僕もずっと上値が重いと見ているんですけども、ただこれもなかなか動いてこないですよね。まあ、上値の重さはもうチャートの方からも明らかに出ているかと思いますけども、手前を見ていくと上昇トレンドですからね、押し目買いを見ていくのもおかしくはないと。まあ、そして昨日の日足、上ヒゲつけて下ヒゲつけて、まあ、どっちなんだという状況ですよね。まあ、結果方向感がないということなんでしょう。このあたり、調整局面のレンジと捉えていくことになるかなと思います。これもダウと比べてね、僕はもう上値の重さやっぱり見たいなと思いますけどもね、ただ大きな動きを期待していくのはちょっとまだ難しいですかね。いつ動き出してくるのか全くこう読めない状況です。はい、変わりましてこちらが金の CFD 1時間足に冷え性を重ねています。金相場も、まあ、チャートはものすごく強いんで、基本的にも買いをどこでしていくのかと、こればっかり考えていけばいいかなと思うんですけどね。ただ、まあ、昨日こう締め買い入ってきてるわけですけども、押しとしては相当浅いですしね。さらに言うと、まあ、現在僕はもう調整局面に入っていると思ってますんでね、調整ですからまずやっぱりレンジを疑いたい、となってくると、いくらまあ強いとはいえ、まあ、現在地ここなんですよね。この位置から積極的に買っていく、まあ、高値ブレイクしてくれればいいんですけども、ただまあ株も為替もいろんなところでこう調整っぽい動きになってますからね。まあ、ゴールドもこの調整っぽい動きやっぱり出てきやすくなるんじゃないですかね。まあ、そうなるとこのあたりからこう積極的なロングというのはなかなかまあやりにくい環境かなと。狙っていくんなら押し目買いということになってはくると思います。まあ、これもこんなにリバーってくるんなら前日売らなければいいのになと思ったりはしますけどね。まあ、これが相場ですからね。まあ、ちょっとこう難しい状況になってしまってるかなと思いますね。はい、ということで、まあ、この一本の動画で何回こう調整という言葉を使ったかわからないぐらい、まあ、いろんな通貨で、まあ、いろんな商品で、こう調整っぽい動きというのが出ているかと思います。まあ、本当に難しいですね。ただまあそんな中で、注目通貨を見ていこうかと思いますけども、僕はユーロドルにちょっとこう注目をしていこうかなと思います。というのもまず一つ、ドルに少しこう買いが入ってきているというところ、あとはユーロがまあそんなにこう強くないというところで、まあ、強弱の差を見たいということですね。チャートの方を見ていくと高値圏から売りが入ってきています。まあ、これも結構なトレンドもすでに出てますからね。まあ、下げないかもしれませんけども、直近の安値までを見ていくんであればもう少し下げ余地も残っていますので、少しこう上値の差を見ていくのは面白いのかなと思います。ただこの安値を割ってくるとかね、まあ、そこまでを見ているわけではないので積極的にというわけでもないですしね。このドルが動いている背景に、地政学リスクというのはあると思うんですね。今もニュースでイランがイスラエルにミサイルを発射したというニュースが流れてきました。まあ、チャートの方そんなにこう動いてないので、まあ、反応は限定的かなと思いますけども、もうこういったのも何が起こるかわからないですからね。もう本当にわからないことだらけということで、何かこう根拠があるんであればいいんですけどね。まあ、ふわっとしているんであれば、まあ、様子見というのも選択肢としては入ってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、十分気をつけていただきたいですね。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。